今回は、食べ方が汚い芸能人について紹介したいと思います。それではどうぞ、西村智美。麺の食べ方が特殊すぎて引いた。口をすぼめて舌で麺を巻くというか。共演してた幼い娘さんも同じ食べ方してたから、嘘ではないと思われ、イラン技術の継承してしまったのか。見た見た、あんな食べ方する人初めて見たわ。これ本当に気持ち悪かった。私もテレビで見た時はドン引きした。なんだあれ。宮川大輔。向かい舌が気持ち悪い。青空レストラン見てるけど、いつもうまい、しか言ってないし。またそれで口の中見えてる。まだ口の中に食べ物入ってるのに。一、二回噛んだだけでうまいって言うよね。大して味わってないだろと思ってた。西野七瀬は食べ方汚い。わざとだよね。汚な。口元ゆるすぎじゃない？もしかしたら食べることに慣れてないのかな？ものすごい小食で、一日お豆腐と納豆しか食べないとか言ってたから。これも。食べ方下手くそだね。この頃ナナセちゃんも矯正してたよね。矯正器具つけたら、うまく食べられないこともあるから失敗しがちだよ。でもテレビに出る人なら練習しなくちゃね。箸の持ち方に注目、小指。変なのは箸だけじゃなく、お椀、器の持ち方見て、こんな持ち方したことない。ありえない。香取慎吾、大人がこの食べ方はないよ。いつまでもやんちゃな中学生みたい。手を使わずにそのままマックのポテト食べたり、マヨネーズ口つけて吸ったり、もう汚いを通り越して、人としての作法ができないバカの部類。香取慎吾は自分もひどいと思う。CM の演出とは思えないんだよね、この人の場合。普段からこんな食べ方してそう。何これ汚い。ゆうきまおみ。食べ方じゃないけど。お茶碗のご飯に箸刺してる。それをよっとした顔つきで見るジョイ。ジョイの顔。タイミングバッチリやん。ドン引き。この人、日本人じゃないんだっけ？食べ方以前にこれは TV ショーで発信したら、あかんやつや。お箸立てるのはマナー的に一番ダメだと思った。しつけをされてないのね。クワマン。これはひどい。説のタイトル。ワイプの二人めっちゃポカンとしてる。本人が恥ずかしげもなく、公衆の面前でこう持つのが本当にありえない。ドン引き。必死で直せよと思うわ。見苦しくてこっちが辛くなる。これも。ドラえもんなのかな？クワマン。名刺食べながらマーシー思い出してるのかな？これ以上の人は見たことない。器用すぎる。永遠の謎。芸能人の皆さん、正しい箸の持ち方はこうですよ。浅田真央。普通に食べてよ。これはアイスの形状が悪いやつ。真央ちゃん、食べ方汚くてびっくりした。真央さん、喋り方は品がいい感じだけど、めっちゃくちゃラーだよね。喋り方に品あるか？あの人アラサーで自分のこと真央呼びするよ。お寿司のネタを剥がして、醤油皿に乗っけて指で押さえてたのは、マジでビビった。周りでこんな食べ方する人見たことない。食べ物を平気で手づかみで食べるんだよね。食べ方が下品でびっくりした。前田敦子。ひじついて食べるなよ。しかも食べた後よ。ぽいって、テレビでこれやっちゃうんだ。泣き顔の木村拓哉。向かい舌の木村拓哉。植えた子みたい。鼻で噛む向かい舌おじさん。何をやってもキムタクになるわ。芸能人向かい舌ランキング1位。キムタクってこの食べ方が男らしいと思ってそう。奥さんのあの料理から解放されると、こんな食べ方になるのか。さすがにそれはないと思う。多分癖になってしまってるんだろうな。羽生くん。向かい舌、ほっぺたに食べ物溜めて膨らませてるまでは可愛かったけど、ガーナをぐちぐちって口ゆすぐみたいに飲むのは嫌だった。スケートは素敵だから直してほしい。ファンじゃないけどここに乗ってる人の中では、控えめな向かい舌で可愛いと思ったよ。控えめな向かい舌。羽生結弦がやると、可愛いになるの痛い。ねぶり橋、ファンは可愛いとか言ってたけど、普通に行儀が悪いと思う。見苦しいからやめた方がいいと思います。大島優子。大島優子の食べ方が気持ち悪い。舌が必ずベロンと出る。大島優子好きだった頃にこれ見て、好きじゃなくなった。食べ方下品でまずそうに食べるなぁと印象的。向かい舌が一番衝撃的だった。気持ち悪すぎるよ。あのベロだし。食欲なくす。大島優子は向かい舌だけじゃないよ。いろいろ変。握り箸じゃなくて握りフォーク？この人食事だけじゃなくていろいろ残念だよね。箸だけじゃなく、シャープペンシル類もひどい握り方して変な字を書いてるよね。平愛梨。
番衝撃だった。ラーメンで糸巻き巻き。何これ？下品すぎる。何このアクロバティックな感じ。どんなしつけ？タイラーエリって、親が家を何軒も持ってるいいお家の子じゃなかった？旦那は何とも思わないのかな？これ、真似してみたけど難しい。できないわ。イタリア行ってたよね？大丈夫だったのかな？他でもやってた。タイラけどうなってんの？石塚秀彦。べちゃべちゃした食べ方に寒気がする。大きな体なのに小動物のような口の動きで、もしょもしょ食べるところが気持ち悪い。石ちゃんの食べ方、私も嫌。説明が難しいけどハフハフ言いながら食べて、最後スプーンを、ピッて立てる食べ方、あれが嫌。何食べても汚い、お店に失礼。途中まで口に入れて一旦止まって、ギュルって吸い込むようにして食べるのが気持ち悪い。特にお刺身とか長いものはお箸を使わず、動物みたいにハムハムしながらちょっとずつ食べるやつ。グルメリポーターの人は、食べることでお金もらってるんだから、食べ方のマナーはちゃんとしてほしい。まずそうだしギャグも寒い。竹井美、何でもすする人とは食事したくない。パスタもすすってるとか絶対嫌。え？レンゲで食べてるの？どういう状況？麺が口から垂れたままスープ飲んでる感じ？これはスガキ屋って店のラーメンで、フォークスプーンで食べるやつだよ。なんちゅう悪意のある画像。この人が食べるとチーズなんとかカルビみたい。北川景子。なぜこんな汚い食べ方の人に、みんなが憧れてるのか。これリアルタイムで見てたけど、ほんと衝撃だった。動画の方が衝撃だった。リスグ以前にマナーというか、左手をついたまま食べたり、箸の持ち方が悪かったり。唐沢さん引いてるやん。唐沢さんの顔。これ、後半の実食、の時だから真顔なだけじゃ。これとは別シーンだけど、北川景子が口に入れようとして軽く口につけたのを一回やめたのを見て、一回口に入れたの出すのやめようよ。それだけはって唐沢さんが注意してた。他が笑ってたのに唐沢さんだけマジトーンだった。北川景子今は気をつけてるよね。意識して気をつけてるの伝わるよ。いろいろ言われたの気にしてるんだなと思った。川口春奈。自分で YouTube にアップしてるから、自分の食べ方に問題ありっていう認識がないんだろうね。この左手を机に置いてて首曲げてるのが、最高に嫌い。よくやってる女見かける。犬みたいな食べ方するな。これは恥ずかしいな。誰か注意しないの？気だるそうに肘ついて食べてるし、今にも片膝立てそうな勢い。北川景子、昔の私だわ。よりにもよって北川景子と隣同士の時の画像。食いしん坊っぽいな。北川景子だと食べ方汚いと、え？ってなるのに川口春奈だと健康的、って思う。キャラの違いもあるのかもね。木村拓哉、言わずと知れた特殊な食べ方をされるお方。はい、迎え自宅ました。ああ、この食べ方の人無理。なんで舌出すの？静香は何も言わないの？キムタクさん迎え舌やめなさいよ。くるくる、と思ってたら本当に来るよね。エゴサーチしてるなら食べ方こそ直すべきだわ。スタッフは言いづらいかもしれないけど、家族は何も言わないのかな。迎えるのが早すぎじゃない？ちょ、待てよ。食事が進んでくると、舌を出した時に舌についた食べかすも見えるんだよ。キムタクの舌、もう見たくない。安倍さんもか。安倍ちゃんすでに迎えてる。あらあら。お坊ちゃまなのにねー。育ちが良さそうなのにね。安倍さん舌出るよね。志村けんのこのスイカの食べ方。ゲイでもいいや。子供とか面白がって真似するからやめてほしい。見せなきゃいいんだよ。ネタでやってるんだから。よしだよー。体育座りでの食事ってどう思いますか？私は親に注意されました。こういう人見ると、いつもそうなの？と聞きたくなります。山口智光。ぐっさん。なんかわざとらしくてやだ。口に入れる前にちょっとタメを作るのが嫌。この前は口に入れてから噛むまでもタメ作ってた。あと迎え舌だし。ぐっさんはホイコーローの CM でも舌でロッと出して食べる。CM なんだから迎え舌やめてって思う。いつも舌がベローンと出て昔から嫌いだった。大口開けて食べ物を迎えに行き、ハム、って口に入れるのは見ていて不快。橋本環奈。グルナイ見た時に食べ方汚くて苦手になった。ゴチで大口で笑うから口内丸見えの時があって、可愛いのに残念だなと思う。豪快という人もいるけど別れるとこ。髪を触りまくるのも私は苦手。スープパスタを食べている時、ズズってすすりながら食べてて驚いた。環奈ちゃんは一口が適量じゃないから、食べてる口の中が丸見えで、口周りが。こんなんラーメンやん、しょうがないわ。箸出してあげなよ。木下ゆきな。何この持ち方とかを。ワイプの風間ドン引きしてるじゃん。
あんまり言いたくないけど、お育ちがあんまりよろしくないようですわね。こんなご飯の食べ方する人がママタレやってたのか。箸の持ち方もひどいけど、なんでこんなに腕上げて食べるの？やたら肘張ってご飯かき込んでて、なんか品のない食べ方するなぁと思ってた。食べづらいだろうに。お茶碗落とさないのかな？わんぱくな食べ方だよね。脇は閉めて食べろって習わない。カウンターや横の席にいたら迷惑なんだけど。孫悟空やんか。飯食わねえ取り気でねえぞ。亀梨和也。これマジなの？気持ち悪いの通り越して笑っちまったよ。えずいてるみたい。カプーンファンだけど、最近の番組でも亀梨は向かい舌だった。この人の向かい舌独特だね。舌の面積が広い。リアルでは見たことない。舌も嫌だけど、お皿にちゃんと手を添えてほしい。これだけファンも多くて、イケメンな人でもキモいと思うんだから、普通麺やブサイクが、食べ方汚かったら不快度が突き抜けても納得だわ。石原さとみ。うわぁ、石原さとみ可愛いけど、これじゃあざといって言われても仕方ないわ。確実に狙ってると思う。この画像の見どころは石原さとみよりも森田剛だよね。表情。石原さとみは、コンプレックスだった唇がエロいとかもてはやされるようになってから、意識的にエロに持っていってる気がする。石原さとみの口が肛門にしか見えない。綾瀬はるか、そもそもジャイアントコーンって舐めて食べないよね。ソフトクリームじゃないんだから。男性受け狙いなのかな、下品だよね。森泉、箸の持ち方下品。うわぁ、育ちを疑うわぁ。育ちはオタクよりかなりいいはずだけどね。育ちってしつけのことだからね。どんな大金持ちでもマナーが悪い人は、育ちが悪いと言われるよ。彼女曰く、お母さんが外国人だかハーフだからお箸の持ち方をちゃんと教わらなかったんだそう。でも大体持てて食べられるんだからいいじゃん、ということだそうです。おっかい。箸の持ち方おかしい。グーで持ってる。ひどいね、お箸持てない人は食べる仕事受けちゃダメでしょ。育ちが出ますね。引くわぁ、彼氏や旦那にやられたら別れを考えるレベル。服の袖も指で挟んで食べてるのか？ラーメンだったら汁とかで汚れそうだし、袖まくってすっきりした状態で食べろと言いたい。広瀬すず、箸の持ち方って育ちが出るね。この目つきすごいね。出現するときも意地悪そうな顔だったけどさ。肘ついて足組んで食べるなんて、下品すぎる。柄悪い、ヤンキーみたい。足組んで肘ついて食べてて行儀悪いって思った。可愛い子は何でも可愛いわけじゃないんだなって思った。食事時の態度悪いなぁ、どういう育ち方したんだろ。今だ見よ。可愛いのにショック。マジか。箸の持ち方も怪しいな。これ本当不思議なんだけど、なんで食べる時に舌が出るの？口開けても自動で舌出てきたりしないよ。横山優、ファンだった時は食べ方が本当に無理だった。横山は食べ方汚いで有名。口に入れてすぐさまうまい。って、口の中見えてますやん、キモい。箸の持ち方も変。ヒルナンデス何年やってんの。食べ方とか工夫しなよ。こんだけ SNS が普及しているのに、気がつかないのかなぁ。事務所の人は注意しないの？キモよな。こうやってペットボトルの口をパックリ加える飲み方嫌い。絶対口の中のもの逆流してる。メスゴリラじゃん。口と飲み口の間の隙間から空気がボトルの中に入って、その分飲み物が出てくるのに、加えてどうやって飲めるのか単純に謎だよね。木村拓哉さん、これも衝撃。向かい舌は論外だけど、やばい人の目つきだね。今まで誰にも注意されなかったんだろうか？ある意味気の毒。それより鼻が大きいのが気になる。サラダを食べる木村さん。一回の量が多すぎ。牛とか馬の方が食べ方綺麗なんじゃないか？キムタクは自分に自信がありすぎて、豪快な男を演じたいというか、ナチュラルでいたいんだと思う。北斗晶がダントツでひどい。両手に箸を一本ずつ持って焼き魚を引き裂いてたし、料理番組の試食シーンも見られたもんじゃない。向かい舌、犬食い、握り箸、箸が下手だからスプーンかフォークばかりだし。下品なイメージそのままなんだけど、料理上手なベテラン主婦の設定なんだから、スタッフも注意してほしい。向かい舌もひどいけど、食べ物を口に加えて自撮りするのが好きだよね。この人、料理以前の問題。料理番組で髪の毛触りながら料理するのもすごく苦手。宮脇さくら。いやひどい。なんで人差し指立ててんの？人差し指が人差し指としての仕事を発揮してるね。よくこんな箸の持ち方で食べ物を口に運べるのか、不思議。握り箸はまだわかるけど、人差し指を伸ばして持つ人は、見苦しいを通り越して不思議に思う。シャーペンカチカチしながら食べてるみたい。これもなかなか。ごめん、鼻が気になる。木梨のりたけ。麺類をすすり切らずに途中で噛み切って、皿に落とす。適量だけをすくってすすり切ってほしい。
犬食いも気になってしまう。のりさんがハワイでいろんな店紹介する番組があるんだけど、とにかく食べ方があまりにも汚い。ずるずるぐちゃぐちゃ、口にたくさん入れたまま喋る喋る。元キスマイ北山ひろみつ。口いっぱい頬張るし、見ていて不愉快。指を舐めるのも癖みたいでいや。北山が個人的に元ジャニの中でも一番ひどいと思ってる。上に持ち上げて下からすくうように食べたり、口に思いっきり詰め込んだり、汚すぎて幼児レベル。田中圭。ゴチでがっついた食べ方が下品、失言多いしバラエティには向いてない、キャラいし生活丸見え。マツコデラックス。マツコ、いつも口開けながら食べるから嫌だ、ゲップも下品。以前よりはマシになったけどクチャラー本当に無理。何年か前までのマツコはクチャラーだった。汚くて耐えられず、マツコが食べる番組は見なくなった。でも、しばらくしてからクチャラーが治ってた。今でも、たまーにクチャラー要素が垣間見える。私もマツコの食べ方嫌い。なんか、すごい必死にふがふが食べてて気持ち悪い。マツコはゲップも思い切りするよね。中身男だからなおのこと下品な癖は治らない。スプーン小さく見える。マツコは口開いてるし、舌ですりつぶすように食べるよね。あれ苦手。吉高由里子。鍋キューブの CM での食べ方が下品すぎて、見ていて恥ずかしくなった。CM の演出かなと思っていたけど、バラエティでの食べ方も下品だったので、こういうところでやっぱり育ちが出るんだなと感じた。日頃の言動も不快なことが多いので、こういう人を国民的女優、と持ち上げるのはやめてほしい。高畑充希。ね、見開きすぎや。食べ方も下品、朝ドラは食事のシーンが多く不快だった。ガンちゃんの顔、育ちいい女優のイメージつけてたのに残念。大口を開けてがっつり食べるよね。基本食べ方汚いよ。箸の持ち方もおかしい。残念、どんな美人も箸の持ち方、食べ方大事ね。ニュース小山。どうやったらこんな食べ方になるんだろ。村上がドン引きしておる。やだやだ、何これ気持ち悪い。食べ方、生き方に出ていますね。芸能人じゃないけど、姉のミキママもちょっと。ここの姉、弟がどんな家庭環境で育ったのか、食べ方、生き方に出ていますね。マヨネーズの CM の菅野美穂。普段の菅ちゃんはどうなのか知らないが、演技指導のもとに制作された CM なんだろうけれど、本当に気持ちの悪い CM だと思った。本人には非はないけど、CM 制作側はこういうわざとらしい演出ほんと好きだよね。香取慎吾の時もそうだったけど、ここの CM はタレントにこういう食べ方をさせるよね。本田翼、箸の持ち方が気になる。右、バッテンじゃん。すべての指使いがおかしい。人差し指が箸から浮いちゃってるし、いろいろおかしい指ではあるな。逆に難しい。昔はお箸の持ち方おかしかったけど、それは直したみたいだね。完全ではないとしても、バッテンよりはマシになった気がする。でも、ゴチで食べ方汚かったの気になった。松坂通り。よくものつかめるなぁ。予想外に箸の持ち方が汚くてちょっと幻滅。キモい。これ戸田エリカはなんとも思わんのかね。イケメン台無し、教えたってよエリカさん。こういうので、育ちがわかる。今さら。つなぐの時から目立ってたよ。箸の握り方おかしいの。斉藤飛鳥。いちいち上向かないと飲み込めないとか奇特すぎて、長い首と立派な喉仏を見せなくていい。顔小さすぎて普通に食べてたら、口ほとんど開かないからしょうがないんじゃない？小顔の人みんなが、こんな風な食べ方じゃないでしょ。トワイスの桃。箸の持ち方おかしい。日本人だけど、ほぼ韓国人の食べ方。口開けてくちゃくちゃ食べるのやめてほしい。だって日本人に見られたくないからね。桃は、日本語喋るの苦手とか言ってるくらいだから。大野さとし。なんかもういろいろと大野無理。嵐に仕上がれのグルメで、大野くんが正解したら拒否反応で、食べる直前でチャンネル変えちゃってた。踊りが好きでファンになったけど、何せ食べ方の汚いこと。大野はクチャラーでもある。メンバーが指摘しても治らないらしい。ヒコマロ。ヒコマロが食べている姿が、もはや食べ物を吸引して増大していく怪物のように見えて、怖い。食べる前から汚いんじゃ。ヒコマロは食べ方が汚いというより、見た目が汚いというか怖い。清春。オニオンリングはロックじゃないって発言に喜んでる人いたけど、それどころじゃない。箸は持てないし縦膝だし、汚すぎる。縦膝ってあっちの人ってイメージ。縦膝って、テレビで放送しちゃいかんやつ。ジェルソネ。食べ方綺麗とか言われてるけど、私はなんか嫌。お皿を何でも持ち上げて食べるとこが好きじゃない。お茶碗とかを持って食べるのはいいけど、他のお皿は持ち上げて食べるのは見ていて不快。大きいスプーンで無理やり口に突っ込むの見苦しい。以前、蛇の丸飲みのようという書き込みを見て、もうそれにしか見えない。デヴィ夫人、ラーメン食べるとき、日本人は麺をすする音が汚いって批判してたけど、
すすらず口に入れて途中で噛み切った麺が、スープに落ちるから、その方がよっぽど汚いと感じた。バナナマンの日村。せっかくグルメ好きだけど、食べ方汚いのいっつも気になってる。日村の食べ方が下品で汚い。出てくる料理は美味しそうやのに、日村に食べさせたら汚いという印象しか残らんな。小森純。一口の量多すぎ。イメージ通りっちゃイメージ通り。平井梨央。豪快にも程がある。左利きなのね。中山秀幸。口に入れるときに必ず目をつぶる。咀嚼さえしないうちに、目をつぶって、うまい、っていうのが、嘘くさくて大嫌い。彼のクチャラーが本当に苦手です。食べてるシーンが出たら、すぐチャンネル変えるほどに嫌いな食べ方してます。スタジオで試食するコーナーで、食いかけを皿に戻してた。ブーイング受けても何が悪いのか、不思議そうな顔して開き直ってた。キングヌーの常田。かっこいいと思ってたんだけど、食べ方汚い、箸の持ち方が変なのを見て。かっこよさが半減した。すごく損だよね。米津玄師さんが常田のことを海賊って言ってたね。文明を生きてきたとは思えないと。仲良しゆえのツッコミだけど、柴崎コウ。スプーンの持ち方、綺麗なのに残念。暮らしなかな。握り箸でびっくりした。ドラえもんか。親指が中に入るってどういうこと。三浦あさみ。ミトちゃんも結構大口開けて食べるよね。前は美味しそうに食べる人だなーって見てられたんだけど、最近はあざとく見える。大口開けたり、よだれ垂らしたり、他人食べてるのすごい顔して見てたりするの、なんかちょっと。そういう風にさせられているのかもしれないけど。仕事とはいえ、これはきついね。リンゴちゃん、爪が邪魔なんだろうね。正しい持ち方なら、爪長くても小指以外は邪魔にならないよ。他の番組でもロケ先で何か食べた時に驚いたよ。爪が邪魔と改善の問題で、指の使い方が違ってるよね。佐野ひな子、食べ方が汚かった。神木くんと付き合ってた子？そうですね。可愛らしいのにもったいないなぁ。ラッシュアイタマエ。食べ方や、食べる時の顔が本当に気持ち悪い。わざわざスローで、しかもアップで食べるから本当に無理。どんな美味しそうな料理でも吐きそうになる。荒川よしよし。ドラマで、この方の箸の持ち方を見て、ものすごい衝撃を受けてしまい、毎度毎度箸の持ち方をチェックしてしまった。荒川さんって若いのかな？私たち世代だと左利きから右利きに直させられたり、左利きでお箸の持ち方が悪いといろいろ言われたけどね。桐谷美玲。舌が出てる？カロリー摂取したくないのかな。大体麺類は2、3本ずつ食べるよね。女優さんとか。大島優子。食べてるシーンの画像じゃないけど、テレビでテーブルの裏にチーズを貼り付けて、それをちぎりながら食べる。テーブルの裏って冷たいから、そこにつけて食べると美味しいとスライスチーズの食べ方を披露してたよ。もちろんスタジオも、きっとお茶の間もドン引き。こんな内容を平気でテレビ番組で喋っていることに衝撃。どういう育てられ方をしたのかとちょっと思ってしまう。大島優子は食べ物に対する意識が普通じゃない。渡辺直美、口紅につけたくないとしても、獣みたいでいや。白目向いたり、口紅を食べ物につけない食べ方にこだわってるけど、汚らしいだけ。食べる時に眉間にしわ寄せるやつなんなの？まずそうに見えてすごい腹立つ。渡辺直美は歯を剥き出して、怪獣みたいな顔で食べるのが不快。渡辺直美は芸人だから仕方ないと思う。だって、この画像とか撮って欲しくてしてる表情でしょ。国分太一。国分太一食べながら喋るから汚い。箸の持ち方しかり、口の中がよく見えて、すぐ片方の方に食べ物を寄せて喋り出すから、何を食べてもいつもガム食べてるみたいな感じ。高田組、すべてがお下品。中井くんの顔。昔。汚と欄に出てた高田組がひどすぎた。店の汚さより高田の食べ方の汚さの方が目立ってた。春、朝ドラ以降は清楚なイメージだったので、大口を開けて一口で食べてるのを見て、少しショック。箸の持ち方もあまり上手じゃなかったし、その後バラエティなどで改めてよく見ると、結構ガサツな性格の人なのかなと妙に納得した。これ、店員さんに一口で食べてって言われて、頑張って食べてたやつだよ。坂井のり子。食わず嫌いのコーナーに出てたのリピーの食べ方に、ドン引きした。口は閉じてるんだけど、飲み込んだ後に舌で歯茎をなぞって、食べかす掃除してた。ごめん、私それよくやる。歯並びの関係で詰まりやすい。大泉洋、好きだけど、とにかく食べ方が独特。噛むスピードが速いし、一口ごとに口開けるから口の中の食材が見える。他の国でカレー食べるときは、スプーンをさらにカンカン音立ててかき集めてるし、ぶどうをわざとクチュクチュッチャッチャッチャ。手を立てて食べるシーンもあったし、これでよくグルメ番組のおにぎり温めますかに出てるよなーって思う。好きだから大泉さんのいろんな番組見てるけど、食事シーンは音量下げてめそらしてる。
私も好きだけどやめた方がいいと思うとこいろいろ。好きな人でも食べ物の入った口の中は、見たくない。ビートたけし。番組中に試食とかした後、ずっと歯落ち、と言わせてるの恥ずかしくなる。口の中に鳥でも飼ってんのかと思った。じいさんってそれやるよね。多分歯茎痩せたりして、隙間になんか詰まったりするのかなと思ってる。ハマちゃん。ハマちゃんの食べ方が本当に見ててイラッとする。そんなに口を大きく開けてくちゃくちゃする?ってぐらい口開けてて深い。私もハマちゃんのくちゃくちゃした食べ方苦手。くちゃくちゃ音立てて、口も半開きみたいに食べるし、なんか汚い。おっさんでいるよねー、ああいう食べ方する人。すごい食べ方汚いのに、人のことはくちゃくちゃすな、とか言ってた。自覚ないのかなー。ダウンタウン二人とも食べ方すごい汚いよね。あれくらいになったら誰も注意できないのかな。汚い食べ方見せられる視聴者の身にもなってほしい。いかがでしたか?この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。